一人がアークシャカ派は、長目一人が家に属すがの一種である。孔子の文様外派根長は45から65ミリメートルであり、全肢と孔子で文様が異なる。全肢は茶色地に白の島が入り、孔子は朱色地に黒縁が入る。本種は有毒なので、孔子のこの目立つ文様は天敵に対する警戒色と考えられる。なお、本種の英明タイガーモスは、 全子の縞模様を虎に見立てたものである。本種の毒性についてはまだ解明されていないが、アセチルコリン受容体をブロックする神経毒作用を示すコリムエステルであると考えられている。また、小鳥のような天敵にとって、この配色には学習効果もあると考えられる。通常、木などに止まっているとき、本種は保護色にもなっている全子のもとに講師を隠している。 しかし、危険を感じたら素早く講子の周囲を示して飛び立つ。これは、鮮やかな色で天敵を混乱させるだけでなく、捕食された場合であっても、中毒を経験することで鮮やかな色が、かえって記憶に焼きつく効果がある。それにより、近寄らない方が無難であることを学習し、結局この色彩が天敵に対する警告となる。日本全土は元より、 国北周域にまで至るユーラシア大陸全土や北、アメリカにも分布するハンアリ種で海抜2000メートルの産地にも生息する。湿った場所を好み、その典型例は谷間の川沿いであるが人家の庭や都市部の公園でも比較的よく見かける。また、本種の幼虫はこうした場所で成虫より頻繁に見ることができる。幼虫産卵期は7月で、 薄青白い卵は成虫に比較してかなり大きい。卵には粘着性があり、普通は葉の裏などに付着されるが、口述する幼虫の修正から、ともすればメスは産卵場所に無頓着になり、どこにでも構わず産卵する傾向がある。幼虫は8月に孵化し、収霊期には体長 60mm 程度まで成長する。赤茶色の長い縦毛に覆われており、 まさに毛虫そのものの外観を呈する。日本では熊毛虫の別名がある。公植生であり多種多様な草本、抵抗この葉を食べ、餌を求めて、地上を積極的に移動する。なお移動中、身に危険を感じるとひっくり返って死んだふりをする。幼虫のまま落ち葉の下などで越冬し、翌年の6月から7月までに養化する。成虫は7月から8月までに有化する。 幼虫は、基本的に、食樹、食草は選ばないが、なぜか、庭木に適した低木の木ゴ、ブラックベリー、ガマズミ、スイカズラ、エリカ、エニシダといった種を特に好むため、農家や園芸家からひどく嫌われる。毛虫そのものの幼虫は、知らない人が見るといかにも毒々しいが、実際には毒はない。ただし、幼虫の重毛がアレルゲンとなり、 発疹などを引き起こすことがある。また同じ一人画家の屋根細葉など、近縁種の幼虫は、この毛が有毒の毒神網になっているため、むやみに素手で触れるべきではない。成虫は、他の多くのが同様や構成であり、高原の周囲を渦を描くように飛び回る、走行性を持つ。この習性は特に本種に限ったものではなく、他のがや昆虫で普遍的に見られるのだが、特に本種において目立つ。 光源が、焚き火など直火の場合、最終的には火に飛び込んで自ら焼け死ぬ結果となり、和妙の一人がもここに由来する。また、自らを滅ぼすような災いの中に進んで身を、投じたり、ミスミス的の餌食になる行為を指すとんで、火に入る夏の虫ということわざも、本種のような画が見せる、こうした習性から生まれたものである。分布から、 全くの普通種に思われるが、イギリスでは2007年8月以降、保護対象とすべき動物リストにその名が含まれている。この記述は、英語版、ウィキペディアガーデンタイガーモス11時57分、28オーガスと2007を参考に作成された。ありがとうございます。